井かれんです。はい、今回はですね、はい、もうね、水曜日っていうことなので、アメリカは水曜日なんですけれども、はい、シュプリームの SS23 ウィーク、次なんだ、12週目。はい、12週目のドロップリストを一緒にやっていきたいと思います。で、今週もですね、一応コラボアイテムが出るということなので、まあ、レギュラーアイテムも出ますし、ちらっとね、一緒に予習していきましょう。はい、お待たせしました。今週はシュプリーム SS23 ウィーク12、はい、12週目ということで、今週も人気のアイテムナンバーワン、今のところはですね、はい、まさかのアクセサリーのボールペンです。しかも 3-in-1 ということで、ってことは黒と赤とブルーですかね。で58ドルか、結構しますね。昔ね、 B さんこういう同じのではないけどボールシュプリームって思ってて、あれアメリカの普通にさ、シフトとかさ、例えばいろいろ使ったりしてるじゃん、結構パッて取られちゃったりするからすぐなくなっちゃったみたいなんですよね。なので、ね、結構こういう高いお値段するシュプリームのボールペンをね、仕事用とかで使うのはちょっと私できませんまあお家で使う分にはいいのかなって思います。で次は USM クレデンザ、あ、これはあれですね、収納できるやつですね。で、ちなみになんですけれども、これは、あ、こう開けるんですね。で、別につけなくても、これ裏か。へぇ。で、ちょっと私調べたんですけれども、見てください。マックシュプリームだと、2998ドルですね。まあ、タックス入れて3000ちょっとぐらいだと思うんですけど、日本円やばくない ?66万。これで66万はやばいですね。で、これね、私が調べたのはこちらです。一応、US で、まあ、シュプリームコラボじゃないやつだと、2600ドルぐらいが相場なのかな、このサイズは。大体ですかね。だったら、まあ、ブランド代とか考えても、シュプリームのはお買い得なのかなって思います。そうですね、どうなんだろう、欲しいとやっぱ買うのかな、どうなんですかね。で次はアニマルキングダムショートスリープトップ、あ、このシュプリームっていうロゴが動物で刺繍になってるやつです。あ、そう青いのやつですね。これ確かなんかローンティーもなかったかな、なんかちょっと前に見た気がしますね。ハンセルだったらいいんじゃない？そう、ロンティーでこの色いいよねって私話した気がします。で、次。ウォンズのキャンプキャップ。で、ちょっと1個飛ばして、もう1個がウォンズのキャンプキャップと同じデザインのパンツが出ると。ちょっとキャンプキャップで見ていこうか。ほう。この柄といえばさ、今季さ、バッグ出てるじゃないですか。ね、こちらのね。まあ、フィールドバッグ、こう、今出してるけれども、あとは、ショルダーとかね、ベストとか、いろいろ、ベストあったっけちっちゃいバッグとかあるよね。意外と、まあ、このゴンズ柄はちょっと、あんまりアメリカじゃ反応良くなかったんだけれども、このフィールドバッグに関してですね、シュプリームのバックパックでも、いつもだとこういう、ちょっと探検隊っぽい感じのバックパックじゃないじゃないですか。もっとさ、モダンな感じで、こんな横に入れる箇所がないんですよね。でも、今回ちょっとやっぱなんか私は結構これいいなと思ってたんだけれども、意外とアメリカ反応が良くて、ストック X の方で値段が上がってます。店舗の方も結構早めに売り切れてますね。っていう、はい、プチ情報でした。で、次が、さっきこのパンツ、まあいいかないから見たからね。で、次が、クラッシャー、ストローのクラッシャーですね。ストローのクラッシャーは、私ちょっとプレビューの方で見てて最初ね、気になったんだけれども、どうなんでしょう。これ結構被るの難しいのか、硬めなのか、柔らかめなのか、柔らかめは柔らかめだと思うけれども、普通のいつものクラッシャーのコットンとかのよりはちょっと若干、頭のサイズちゃんと確認した方がいいのかなって思います。これはね、多分ね、女子受けいいと思います。あ、女子受け？女の子が欲しいと思う、と思う。男性の方はどうなんだろう。結構これはスタイル限られてきますよね。で、次が、はい。
今週はね、一応ね、コラボ集、まあコラボのアイテムが出るということで、クラークスのね、いつも定番の、はい、わらびが出ます。でも今回のわらびはちょっと変わってて、個人的には最近の中じゃ当たりなんじゃないかなと思います。なぜかというと、ウエスタン柄だからです。はい。ウエスタン柄個人的に好きなんですけど、好きな人いますか？どうですか？結構ね、最近女の子はさ、Y2K ファッションとか買ってて、この間さ、ちょっと LA のなんか、ちょっとちっちゃな、結構大きな祭り行ったんだけど、こういうウエスタンブーツとか履いてる女の子がいて、あ、結構ウエスタン柄可愛いなって思いました。で、シプリームがね、ウエスタン柄を取り入れて、ラックスとコラボということで、はい。いいね。これね、あれ見ましたか？皆さん、写真の方を。個人的には、やっぱ普通に、ブラックがいいかなと思うんだけれども、なんかちょっと攻めるのもありだよね、この真ん中の色でね。で、最近のクラックスのコラボといえば、はい。一応ね、今これがリリースされた順で並んでおります。はい。え？ってかもうさ、販売前に出てるんですね。最近ね、ストック X ね、やらしいことに、販売前にシプリームのアイテムをリスティングしてるんですよね。前のさ、インサイドアウトボックスローバーだっけ？その時も結構販売前からもう出ちゃって、その時点でもう値段が結構ガガガガって下がっちゃって、まあ、これはそこまで出てないか。そっかそっか。前のやつのデザインと比べると、今回のデザインは結構派手ですよね。この2019年のペイズリーの時ですかね、結構派手だったのはね、ちょっと前って言ったら。基本的に結構単色でシンプルだもんね。だから今回のは、まあ、刺さる人は刺さるんじゃないかなって思います。では、次、クラシックロゴの6パネル。まあ、クラシックロゴは定番だし、この6パネルも定番なので、まあ、色を追加したい、持ってないっていう方にはおすすめかなって思います。では次、ニードルポイント、ショートスリーブシャツ。これちょっと柄気になるな。あ、え？後ろにもついてるんだ。あ、これはちょっと可愛いかもしれない。このブラック結構色合いだけで言ったらすごい可愛いかなと思う。後ろ可愛いね。前は、あ、そっか。え、これは可愛いと思う。うん。最近のショートスリーブシャツの中ではこれ可愛い。私はプレビューとか見た時にこれはノーマークだったんですけれども、これはちょっと今ね、発売されるって見て、いいかなって思いました。いいね。買いする人いますか？で、次が、あ、セーターも出るんだ、ゴンゾの。ゴンゾのセーターか。これも、あ、そうですね。ゴンゾのデザイン出てると。ほう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 。まあ、これはちょっと個人的にパスかなって思います。で、次。これは、ジップアップのポロ。で、あ、待って、これ気になる。けど、ちょっと待ってね。これは、ニット。コットンブレンドのニット。で、てかね、個人的にもっと、ニットというか、もっと編み編みだったら結構好きだったんだけれども、ちょっとニットだとここら辺気になるな。これ引っかかってピーって言ったらちょっと個人的に気になる。でも値段は、あ、日本円でも3万円いかないんだ。だったらまだ悪くないかなと思います。アメリカ国でも148ドル。まあ、ぼちぼちかなと思います。で、次は、お、来ました。アンブロのスナップ。あ、これは取り外しできるタイプですね。ちょっと見ていきましょう。アンブロといえば、この、昨日最初の方にもジャケット出ましたね。で、その前のシーズンにも出た気がする。なんかジャケットがね。でもこの取り外すタイプは初めてじゃないかな。で、片方だけにシプリームって書いてるんだ。取り外しか。面白いね、これ。ちょっと色はやっぱイエローの方が可愛いかな、派手で。あーでもブラックも悪くない。待って、ブラックがちゃんと見てみたいな。そう。ブラックが気になります。ちょっと待ってね。あ、ブラックいいじゃん、普通に。
悪くない悪くない。でアンブロなんですけども、前出たといえばこちらでございます。今期の初め出たのはこのねトラックジャケットですね。で後ろにシュプリームって書いてると、で意外とねアンブロのジャケットってこの時でも、ね、定価が安いんですよ。なんですけど日本ではどうですか。アメリカね多分思ったよりすごい在庫はないのか、意外とねこういうサッカー系のアイテムって値段がねちょっとぼち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 上がっていく傾向があります。半年ぐらいはまあ ガツッと上がるのは半年ぐらいかかるんですけれども、じわ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 上がっていって、これだってさ講義始めてたやつももうさ結構ぼちぼちいい値段がついてます。大きいサイズほどまあ高いかなっていう感じですね。で私たちもねこれを買ったんだよ前。こんな上がってると思わなくてびっくりしてさ、まあこっちの前出た方がシュプリームって書いてあるけれども、今期の最初に出た方がちょっと後ろにシュプリームって書いてあるちょっと大人っぽさあるね。こっちは結構シュプリームが強調されてて、あそう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 、首のとこにここね閉まってあるんだよ。そうそうそう、確かこうフードなった気がします。そうそうそう、見てください、こんな感じで上がってます。もう 2XL に関してはないんだね。そう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 、2022年の5月の後、あちょうど1年前のアイテムですね。はい、っていうことです。なのでアームロジャケットはこれもしかしたらちょっと今回はね違うタイプなんで分かんないんですけども、あたりの可能性もあります。半々かな。ちょっとまあ厳しい、個人的にはちょっと厳しいと思う。うん。で次がクラックスと同じデザインでフーディーが出ると、かわいいかわいい、あー買った、確かに買ったからね。まあでもこれ黒でもいいけど、まあこの色あった方がこうカットアウトされてるのが分かっていいね。でさっきのアンブロとセットのパンツ、パンツもまあねセットアップで買うんならいいんじゃないかなと思います。で次ナイロンのペインターショーツ、これはどういう感じなのかな。おーおーおー、こういう感じなんだ、さらっと履けるような感じですね。で次が、あさっきのニットとセットでショーツ、もう先週も結構こういうセットアイテムは多かったですね。でこのパンツもさっきのこのフーディとセットということで、はい、で今週はこれだけですね。ちょっともう一回見ていきましょう。こんな感じですよ。まあ、今週もアイテム数はとても多いっていうわけではなくて、まあちょうどいいかなっていう感じがします。はい、皆さんいかがだったでしょうか。先週はね個人的にシュプリームじゃなくてキスを買って結構買ってしまったのって、まあ、今週もちょっと貯金週かなって思っております。で先週シュプリーム買わなかった代わりにキスの動画と、あと数日前にあの七時アウトレットセールの動画も出しましたので、よかったらね、はい、お時間ある方見てみてください。今回はねこの辺で終わりたいかと思います。今回もご視聴ありがとうございました。この動画いいと思ったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ではまた、じゃあねー、バーイ。